資格ソムリエが解説 IT パスポートってどんな試験ということで、林総合支援事務所代表資格ソムリエ林でございます。よろしくお願いいたします。今回ですね、 IT パスポートの試験についてですねお話をしたいと思います。はい、このガイダンスでお伝えをしたいことなんですが、まず IT パスポートがどんな資格なのか、これですね、私自身は結構 IT パスポート好きなおすすめなですね資格のかなり上位なんですけれども、どんな資格かというのをお伝えしたいと思います。次に取って意味があるのか、IT パスポート情報処理技術者試験といってですね、かなりたくさんの区分がある試験の中では、一番エントリー、入門編にですね位置づけられております。じゃあそこに意味がないんじゃないかというふうにねおっしゃる方もいるんですけれども、意味あるのでしょうか、そこについてもお話をしていきます。またどんなこうね試験なのかという試験の概要について、そしてどうすれば合格できるのか、合格のつかみ方と勉強方法についてもお話をしてまいります。その前にですね、簡単に自己紹介の方をさせていただきます。私今回 IT パスポート講座講師務めております林雄二と申します。インプットと過去問演習の基本分野についてですね講師の方をやらせていただいております。1980年生まれ東京都足立区出身ということで、大学では社会福祉をねやっておりましたけれども、IT の道に進みまして、15年ほど IT の会社で勤務して、その後独立をしておりますが、今もIT に関わるお仕事をさせていただいております。IT 絡みでですねさまざまな場所でお仕事をさせていただいておりまして、またIT 関係資格関係の本なんかも出ておりますので、参考にしていただけると一層ね、良いかなと思います。で、IT パスポートどんな試験ということで中身入っていきますけれども、この IT パスポートなんですが、現代の社会人にとっては欠かせない最低限の IT 知識を証明する国家試験となっております。もう全ての方にね受けていただきたいななんていう感じの試験であります。コンピューターを用いる形式での試験、パソコンでこう要約して自分でこう受けるというような試験増えておりますが、こちらもそういった形式になっておりまして、通年受験可能、いつでもですね好きなタイミングで受験ができますので、とてもそういった意味では自分のペースに合わせて受けやすい、そしてなんと年間25万人以上が受験をしております。こちら令和4年度ですけどね、試験の受験者数としてはとっても多くてですね、宅建でも年間20万人ぐらい、年1で1回ですけどね、それに比べて、通年ではありますが IT パスポートこれ一つで年間25万人、ものすごく多くの方がね受けてくださっています。それだけ、多くの、ね、会社などで推奨されているということもありますし、社会人にとって欠かせないというのがこういったことからもお分かりいただけるのではないでしょうか。そして合格率なんですけれども 51.5%、 令和4年の4月から10月のデータですが、半分ぐらい受かれるということで、比較的受けやすい、そして受かりやすい試験ということが言えるかと思います。試験の内容ですけれども、試験時間は120分間2時間ですね、特に間に休憩というのがあるわけではなくて、もう2時間ボーンと始めてですね、2時間以内に100問を解き切るということです。100問もね試験があるというと、これ大変なんじゃないのかなと思うと思うんですけれども、コンピューター IT パスポートとね言うぐらいですから IT の話出ます。出るんですが、なんとですねこれ内訳見てみてください。ストラテジー系32問、マネジメント系18問、テクノロジー系42問。このテクノロジー系というのがまさにその IT の領域、ドンピシャというのがテクノロジー系です。対して例えばプロジェクトマネジメントみたいな管理ですね、マネジメント系の問題というのが18問、ストラテジー系という問題、会社の組織ですとか、経営とかね、そういったところもやはり重要な知識ですので、それが32問、こんな感じの問題配分になっています。
多少こう変わるというところもあると思うんですけれども、 IT 以外の領域もとっても大事なんですね。もちろんその IT の話も IT 以外の話もこの講義の中では一通りお話をいたします。出題の形式は多子選択式、まあ、あの択一選択式の問題ってやつですね。でコンピューターで答えをしていくと。で、まあ、配点が1000点のうちの600点、まあ、あのスコア制ということで、あの厳密に1問何点というわけではないらしいんですけれども、おおむねということで、まあ、6割取れれば大丈夫と、まあ、そんな感じですね。まあ、選択式ですので半分ぐらい、5割ぐらい分かっておいていただければ、まあ、あの多少難しいところは、まあ、残しておいたとしても、まあ、あのなんとか受かれるぐらい の、 あの合格基準としてはですね、他の試験なんかと比べても、まあ、受けやすいものというふうになっております。難解なあの記述問題はないです。ですのでチャレンジがしやすい試験となっています。対象者はすべての社会人学生の方です。受験の資格ですとか年齢制限もありません。ですので、まあ、学生の方にも人気ですね。で就職活動時に受験する方もというふうに書いてありますが、入社までに取っておいてくださいねみたいに、まあ、の言う会社さんもいらっしゃるようですので、 IT の知識がないととか IT の経験がないと無理というものでは全然なくてですね、あのむしろあの一般の方向け、まあ、IT を学んでいく時の最初の一歩というふうに考えていただけると良いと思います。ですので、まあ、の年代はもう問わず幅広くまあお受けいただきたい。あのこれまで IT はあまり使わなくても大丈夫だったという方も今ですね、やはり IT との関わりというのは切っても切れない、どんなお仕事でもだと思いますので、まあ、の幅広い対象の方々にまあ受けていただきたいという試験でございます。ね、じゃあ IT に関係がない仕事とって意味あるのかなというふうに思う方いらっしゃると思いますが、これはですね、あの取る価値あると思います。あの IT に関わりのない人にとっても取る価値あると思いますし、もちろん IT に関わりのある方、うん、まあ、その場合はもっと上のですね、情報処理技術者試験の区分を、まあ、ゆくゆくは目指されると思うんですけれども、やはり、まあ、基礎入門編としては、まあ、IT パスポート、まあ、こちらはですねおすすめができるものであります。今の時代ですね、IT の技術、これビジネスに必須です。昨今、まあね、本当毎日のようにテレビに出てくる AI ですとか、まあ、AI が台頭してきたおかげで少しね、静かになっているかもしれませんが、近年言われている IoT、もののインターネット、5G、高速な通信回線、まあ、こういったものというのは、まあ、どんなところにもね、使われてきつつあるものですし、これ以外にもDX ってねよく言いますよね。ブロックチェーン、クラウド、ウェブ、セキュリティ、RPA、まあ、あの何かしら IT に関わる言葉というのは毎日のように聞くのではないかなと思います。まあ、今や IT を使わないお仕事というのはほとんどない。 IT の活用がビジネス成功の鍵になっているわけです。まあ、こうなってきますと IT の知識なくしては仕事ができなくなりつつある。何かね IT のツールは使えないと仕事のこう途中でどっかで止まっちゃうとかですね、それが障害になる。 IT の知識というのはもう必要不可欠になりつつあります。 DX が進む中で、まあ、IT の人材というのはもう全体的にね不足をしておりますので、まあ、IT の技能を身につけるというのは非常に大事なことですね。個人という軸で見れば学び直しとかリスキリング、企業という軸で見てもやはりですねデジタル活用するというのは非常に大事なことですし、 IT パスポート、どんな方にとってもどんな活躍の場だとしてもどんな業界でもご活用いただいているというところでありまして、行政機関とか自治体でもやっぱりデジタル化というのは進んでいるところでして、私のこの IT パスポートとかあと他の IT 系の講義なんかもですね、さまざまなこういったところでも実は使われている。これはですねとっても大事な資格ということになるわけです。で、まあ、冒頭途中でも申し上げた通り出題分野は大きく3つです。 IT のことだけじゃないというのがですね、 IT
にあまりお詳しくない方にとっても、まあ、これ朗報なのではないでしょうか。まあ、IT のことはもちろんですが、それ以外のことも広く学べるということで、非常にですね、面白い試験になっていると思います。 IT だけではなくて、まあ、ビジネスの基礎全体ですね、学べます。セキュリティとか、あとコンプライアンス、法も法律関係の話も出てくるし、経営戦略とかマーケティングで、もちろんあと IT の基礎的なところ、あと時事問題みたいなものもですね、出てくるんですね。まあ、こうなると、まあ、この先他の資格とか学びを深めていく上でも、まあ、その基礎としてですね、IT パスポートを学んでいただけると役立ちますし、ご自身が開発者とかね、そういったレベルまで IT の技能を深めなくとも、そういう専門の方とのコミュニケーションに役立ちます。最低限ですね、どんな言葉の意味かというのが分かることによって、専門家の力を借りるときにも、それがスムーズにいくということなんです。そして合格のつかみ方ですが、例えばこんな問題が出ます。プロジェクトで作成する WBS に関する記述のうち適切なものはどれか、ね、WBS ってね、何なんだっていう話なんですけれども、これはプロジェクトという何人かね、人が集まって同じ目標で作業を進めましょうみたいな時に、まあ、よく作るものなんですね。これは一番上のですね、プロジェクトで実施すべき作業内容と成果物を、まあ、分かりやすくまとめたものということです。まあ、とっても簡単に平たく言うと、やることリストみたいなものですね。で、このやることリストを段階的にですね、どんどん細かくしていくんですね。とんかつを作るだったら材料を用意する、あげるみたいなね、いくつか段階があると思いますが、でそれをさらに分割すると小麦粉買ってきて、肉買ってきて、まあ、みたいになりますが、そんな感じのものがプロジェクトで作成する WBS です。で、まあ、これがですね、分かるとこの問題解けるのと同時に、日頃の仕事の中でもですね、この WBS という考え方を応用していただくと、すごく大きな塊のやることリストに1個入れてしまって、いつまでも終わらないというご経験あるのではないでしょうか。これは、まあ、WBS で考えると、その粒度、粒の大きさがでかすぎるんですね。もうちょっと分割してあげると、作業というのは進めやすかったりする、まあ、そういった、まあ、IT そのものに関わるプラスアルファのですね、その周辺の知識身につくことによって、仕事の進め方というのもとてもですね、プラスの面あると思うんです。で、まあ、これ学習の方法をですね、暗記に頼ろうとする方は多いと思うんですが、そうじゃないです。 IT パスポートは特に範囲がもう広すぎてですね、全部暗記しようと思ってもできません。暗記よりも理解が大事。そしてほとんど出ないような、もう私もわからないような問題、 IT パスポート出るんですよ。私受けても満点とかね、取れないんです。900何十点、いくつかですね、えって思うような知らない問題が出ます。ただそういった問題はできなくても十分合格できますので、重要度で絞り込みまして、重要な論点を効率よくお伝えしているというのが、まあ、講座でもありますし、そういうふうに学習をしていただくのがとっても大事です。でカリキュラムといたしましては、このような形で、冒頭オリエンテーション入れた後、ストラテジー系、マネジメント系、テクノロジー系、それぞれについてしっかりとご説明をして、あと問題の演習というのも入っております。私の方でですね、もうビジネス自体、事務所経営とかですね、そういった業務にもついておりますので、そういった視点から、幅広い視点からですね、分かりやすくお伝えをしております。1ユニットは20分程度、短くまとめていますので、隙間時間にどんどんね、学習を進めていただけるようになっております。重要論点に絞り込んで講義をしていますので、効率がいいと。教材はですね、オリジナルの教材を使って進めてまいりますので、こちらも合わせて楽しみにしていただきたいと思います。皆様の合格をオレクが応援いたしますので、ぜひ IT パスポート受験検討してみてください。以上、本日のガイダンスお話しさせていただきました、資格ソムリエ林雄二でございました。ぜひですね、 IT パスポートの講座ご検討いただければと思います。こんにちは。過去問演習神経口分野を担当いたします小舟です。
こちらガイダンスとして神経口分野のガイダンスを行っていきたいと思うんですが、まあ、いわゆるこういう問題が神経口として出題されるんですね。こういう問題というのはいわゆるアルゴリズムだったりですね、まあ、擬似言語を使ったいわゆる本当に IT コンピューターにすごく、ね、強く紐づいているような分野というものが、まあ、令和3年4年5年とですね、近年本当に出題の割合を増やしているんですね。なので、まあ、IT ならではのこういった問題を解けるようにしていく、これがですね神経口分野の演習になっていきますので、こちらもですね合わせてご覧いただきたいと思います。本日はこちらの問題を使ってもうサクッと解いてみたいと思います。これいわゆるアルゴリズムと言われているもので、手順手続き順番がこれ書かれているんですね。まあ、料理でいうレシピとかいわゆるその何か組み立てる時の設計図がこれなんですよ。なので僕らはこれをまあ正しく順番通りに読めればそれでゴール完成になるわけです。じゃあこれ、まあ、独特な、まあ、いわゆる書き方でアルゴリズムというものは記述されているわけです。これどうやって解いていくのか、これ実際の講義の方ではしっかりとですね見方、読み解き方、そしてそれを実際に早く解くにはどうすればいいかという手順をですねこちらでご紹介してますので、まずはですねこちらサクッと解くとどうなるか、これはですねもうズバリ表を書くということです。基本的にはこれ表を書いていく、これで解決します。じゃあこれどんな表を書いていけばいいのか、フローチャート上から順番に読んでいけばそれで終了です。開始から終了まで1本の、まあ、このようにですねレールが引かれてるんですね。でも途中でこのようにですね、まあ、よくわからないような複雑な処理が行われていて、じゃあこの処理をどうするのかっていうのがこの表の使い方になります。はい、このような問題に出会ったら必ずですね表を書く癖をつけていただきたいんですね。それはですね本当に同じ手順で基本的にはよいしょ処理できるようになりますので、こんなような形でそれぞれ今回説明書とは言ったんですが、実際にですね X と Y というものを使った説明書になってます。でかつですねこの XY に対して、はい、分岐構造もあるんですね。よく見てみるとそうこちらのですね形がまあそれぞれ違うと思うんですけど、四角の箱だったりとかなんかこうちょっと台形みたいになったりとかひし形みたいになってるっていうのがこの分岐だったり繰り返し処理というものになっているという形です。まあ、これをいわゆるトレースしていくわけですよね。じゃあこんな表を作ってどうするのというと、あとはこれを追っていけばいいということになります。つまり X と Y が実際どういう形で変遷していくのか、これをですねこちらの説明書を読んでこちらに移していくということをします。はい、まずはじめ X をこちら98とすると書いてあって Y を42とすると書いてあります。はい、でこちらがですね、まあ、分岐は初めはしないので×という形でこんな感じで書いていきます。では1回目というのはいわゆるここにたどり着いて繰り返しがあるよと、 X イコール Y になるまで繰り返してくださいというですね、まあ、条件がこんな感じで繰り返しには書かれること、これがマストの条件になってるんですね。それこそつまりこれが満たされるまでこの X と Y というものを繰り返し何か処理をしていこうという内容がこちらの説明書の中身になっているわけです。ではこれをどういう形でこちらを繰り返すのかというと、まずこちらですね X と Y が、はい、X より Y が大きければ下に行くし、 X と Y で Y の方が大きければこれ右に行くよっていうこの分岐がこのひし形なんですね。ではそのようにですね見ていくと、まずはじめこちら一番最初に突入した段階だと X と Y バーサスさせると X の方が大きいので下に行きます。はい、そうするとこちらですね98-42を実行すればいい、すると56になりますよね。 Y はそのままです。じゃあ分岐で今下に行ったので下というふうに書きました。じゃあ2回目どうでしょうか。2回目はというと、今度はこちら分岐でまた X と Y バーサスさせるんです。戦わせて X の方が大きいですよね。またよってですねこちらまた同じように X-Y を実行します。 X-Y を実行すると同じように下に行くので下というふうに書いて、 X と Y をバーサスさせてこちら 56-42 で14というふうに出ました。はい、で今こちら14と42で今度また繰り返すんですが、今度は Y の方が大きいですよね。するとですねこちら分岐で右に行くわけです。はい、このように形で見ていくと、結局のところこれって同じような繰り返しを何回もすると、14、42-14をする、その結果が Y に入るので28で、最終的に28-14で、はい、こちらが終了ということになります。こんな感じです。はい、そうすると答えが X と Y は14だということがわかります。
こんな感じでですね、神経口問題というのも、まあ、ある程度ですねパッケージというか決まったフォーマットを使って解いていこう、これが神経口分野の対策方法になります。以上でガイダンスの講義を終了します。